た多分シアさんから電話かかってくると思うから、はい、かかってきたら取る、うん、取って、はい、うん、キッシーで通じるかな、やだ、声で、まあ声でわかるからいいと思う、うん、なんかこう、まだ自分のコントロールネームないから、こっちはあの、あれですんで、あの普通にあの本名出してもらって全然構いませんので、はいはい、っていうかや、別に山陽っていう呼び方を始めたのがそもそもシアさんやから、うんうん、始めたっていうのもあれやけどね、うん、一番多分山陽って呼んでるのはシアさんだね、うん、あ、切るな、あ、ダメだ、ごめん、フォロワーを見てカメラを前に向けて、とりあえず25号線を走りますか。怖いな、大阪方面向いて行っとった時確かあれだよな、そこの前にそのシアさんに繋がったの時はあれだよ、夕飯を食べに気が付いたら大阪で中華そばを食っとってる、で中華そば食べ終わった間はかかってきて、どうしようって言ったら、中華そばを食べたんやったらちゃんとしたそばも食べないといけないんじゃないか、ちゃんとしたそばを食べるなら磯もそばしかないだろって言い出して、信州じゃねえのってで出雲大社に、あれはやばかった、じゃあちゃんと出雲大社行きたいわ、そういうのじゃなくて計画立てて出雲大社、うん、楽しかったもん、楽しかったけどくっそしんどかった、運転俺一人やったから、なるほどね、うん、でしかも夜中中運転して、あれだ、あの福知山から天の橋立てにまず向けて、朝の4時に天の橋立てを見て、うん、あれここ初音だね、うん、朝の4時に天の橋立てを見て何も見えねえって、うん、一応降りて天の橋立てを歩いてよ、うん、もう両側から波の音が聞こえるだけど何も見えねえって言って、で帰ってきて、で、朝の6時ぐらいに稲の舟屋、あの舟屋で有名な丹後半島のところ行って、でそこから丹後半島をぐるっと回って、どっちの方向行ったらいいかわからんから、もうとりあえず丹後半島海沿い走っとったらそのうち出雲に着くやろって言って、ずっと海岸線を走ってって、で朝の8時に鳥取砂丘に着いて、あ、ラクダがおる、あ、もうすぐなんで、そうだね、ここですな、あ、ちょっとあれか、ちょっとそう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 、あんまり大きいわ、はいはい、さあ、ちょうど25号入る頃からね、前を向き、いいね、こういうのね、一人だとめんどくさいからね、やってないですよ、そんなです、あの運転中にそんな下がったりとかしてません、もう頑張って、たぶん飛んだ瞬間にやって頑張ってやってるんだけどさ、普段から結構揺れるな、どうしたかな、フォーカス効くからなんとかなる、ただね、どうせね、暗くて何も見えないはずだからね、はい、この道、そうね、伊賀まで29キロ、あっちゅうもやね、結構あるねそうか、そのぐらい、そのぐらいか、この29キロ舐めたらあかんね、ほんとに29はすごいなあれ、そんなにあるか、あるよ、大丈夫、名阪国道やったら30分かからんぐらいやから、はい、これ名阪国道のことやな、25号ってやったらそうやな、はい、うん、そういうシリーズにする、そういう茶番にするかおかしいな、何も知らないで、うんうん、あれかコロナの影響かな、やっぱ大きあれ、おいねってオキシトロンやったっけ、ね、あれあの新しいコロナ変異株、オミクロン、あ、オミクロン、オミクロン、うん、
あれオミクロンの影響で多分物流が止まっとるんで、ね、全然トラックとかも走ってないよな。うん、まあ夜やしな。あ、そっか、名阪国道って40キロ制限なんだよ。あれか、やっぱ事故が多いから危ないからな、40キロ制限に変えたんやろな。前もね、ハザード体験止まってるし。出てるか。で、下が関西本線だよ。あ、こっちが本線だっけか。あれ関西本線だよ。下が関西本線で25号。あれ、こっちが25号だっけ。25号沿いやから、あ、そっか、あ、うち昔あのね、降りてったわ。ああ、そうなんや。降りてったらもっと偉いとこ行くんだよ。やばいよ、風がいいんだな。まあ、ただどうせ行き止まるから。いや、ここは舗装し直したんだ。本当だ。真ん中になんで中央分離帯引いた。攻めえぞ。下記の場合通行止め、落石の恐れあり。落石はね、もう前に冠山っていう山行った時はひどかったけどね、やばかった。怖いよ、街灯の人ともないからね。もうガキで鹿とか出てきそうやな。鹿が出るか猿が出るか。これ私は鹿が多いかな。確か昔一緒にあの、ね、削除港から伊賀越え行った時に鹿をかも。あれ、そっか、二人で行ったんだっけ。伊賀のあの、あれがやばかったね。真ん前におったね、鹿が。あ、大丈夫、国道25号線やね。進行方向よし。ね、こういうのも普通のドライブ動画のやる人だったらちゃんと起点から撮るんだよ。ね、そんなことはしませんよ。そうね、25号の起点ってあれのところだもんね、塩浜の方だね。そうそうそう、23号とね、分岐のところから調布に向かって入ってやけど、そんなちゃんとした動画は撮りません。そういうのはそういうの専門のね、チャンネルさんがあって、ちゃんと 4K で放送してますから。うち、なんてこの 2K のね、HD の安いハンディカップ。フルハイビジョンでも偉いと思う。これが向きの限界。ただどうせ 4K でもこんだけ暗かったら分かんねえと思うしな。どうなのね、ちょっと暗いところを、あ、そっか、ここで越えるんだね。そうそうそう、この感じです。ここで越えます。で、この辺りのトンネルがあるわけだ。そう、見えないけど、暗くてあんま見えるからね。この時間ならでもまだ電車は走ってるか。電車じゃなくて機動車です。機動車、そうだ。また電車下の暗いよ。でも今度の HC85 系とかどうなの？あの新しい何機とかに使う木だ何機とか、なんかハイブリッド車両的なデータね。あれは電車って呼んだらまたまずいの？どうなるんだろうね。あそこはもうちょっと有識者に。いや、電車じゃないんじゃないかしら。ないか。ハイブリッド車。なんて読むんだろうね。やっぱ経線がないから電車じゃないっていう。ああ、あれ、架線、あれがないからね。でもそれ言ったらサードレールだって電車やけど、あの地下鉄の東山線とかね、あれは電車って思うじゃん。まあ、難しいですね。素人には難しい。あー、もうこっから乗りたい。まあ、こっから乗るのは乗るので大変ないけどな。あの、めっちゃ助走区間は短いで、向かいのこの辺り。そっか、なんか改良された後は聞いてるけど、結構まだ短いか。あのね、大阪方面入ってこ方はだいぶ良くなってるけどね、
南台家の、インターの、はい、あの、ああ名古屋方面、名古屋方面入るところ、ああ昔あのサルビノ温泉から帰るときはね、うん、そこでちょっと大変だった。あれはきつい、きつかったね、本当に短かったもん、ベタ踏みで、あれマジで怖かった。タイミングもね合ってないと、ヒヤッとするわ本当に、軽く踏んやであれ、まだ峠越えてないんだよね。うん、まだこんなもん穏やか穏やかやでな。大丈夫、今回切り替えができる。まだまだ全然良いよ。うちの動画的にはこの前行ったところはきつかったか、県道61号線。あれは地図でパッと見ていったら、これ本当だって。もう気がすがさまじくてカーブミラーが見えん。結構その地図見てて、なんかこの道で険しくて面白そうだなっていうのが、伊勢神宮の内宮、内宮から南伊勢町に抜ける道あるんですよ。あれは、あれはね、はい、意外と2車線あってよかった。あ、そうなの。なんか内宮から先ね、ずっと道進めてるから、でも結構鈴が売りになったような気がしたけど、そこまで気はしくない。あれバイパスの方を通ったから俺ない、だね、ルートラがあって、かと思いきやまだ道があって、それからずっとね、続いてて、ね、あ、そっか、あの時は何の企画で行ったんだっけ。あ、そうだ、東西南北、三重県の東西南北で走りに行こうっていう企画や。はいはい、要はコロナの影響で県外移動はダメってなったもんで、県内でできる最大限の移動をしようってことで、最南端と最北端と最西端と最東端の駅に行くっていう。最西端と最西端と最南端で一緒じゃない？いや、最西端と最南端は別です。やっぱ最西端は伊賀の方だね。名張というか赤目口あたりなのかな。ね、赤目口よりも関西本線、関西本線のね、島ヶ原ではなく、あ、いや、島ヶ原、そうか、島ヶ原が最西端、そう、島ヶ原駅は結局後から行ったんやけどな。あれ668、え、どこだよ、待って、間違えてなくないんだよ。あ、大丈夫ね、おにぎりになってるね、こっちだね。え、こっちなの、え、って思うやろ。これですよ。あ、そうか、これですよ、ほら。あ、そんなダートあったでしょ、はい、いよいよ。あ、でもこれ今、また最終日の工事やってんのかな。なんか整備をしようとしてる痕跡は見受けられるよね。きつ。一応あれだね、山削って、はい、やべえねー、この険しさ、夜のこのカメラに伝わるかな。ガッタガッタだもんね。ガタガタやつ。すごいね、こんなとこにもいいあるもんね。
まあ、逆には昔ながらの街道ではあるからな、うん、ああ、おー、また道が本当悪いな、ここ一応、積雪大丈夫だよね、大丈夫だよ、これやっぱ夜に来ると怖いね、怖いね、なかなか怖いね、これが有名な、あの関西本線の橋だね、はい、あ、これは、ここは石レンガ、赤レンガでね置くんだろうね、すごいね、ってことはまだ兜にもたどり着いてないのか、あちょっとしばらく横たる、これでも編集しにくい動画やな、多分下手すりゃあれだよ、あのうちの灰色チャンネルって呼んでるお蔵入りチャンネルっていうのが作ってあるんやけど、うん、そこで編集でもう3時間垂れ流しやる、編集する気力がわかんかもしれん、でも投稿はすると、せっかく撮ったらな、もったいないしな、もったいない、この前は結局豊橋から横橋まで帰ってくる、無言の動画をそのまんまもう無編集で、そう今日ね失敗したのがコード、電源コード持ってくるの忘れたもんで、途中でバッテリーの交換をしないといけなくなるからあれなんだけど、これ電源 USB ポートから差して撮っとったら、うん、もう半永久的に撮れちゃうから、うわ全然見えんもんね、雲聞くんだよね、怖いね、これ人に出されて怖いよ、行きましょう、葉っぱ予告、葉っぱ予告ってこのすごいよね、この葉っぱ予告ってこの地図が危ない、ナンバーは これが国道なんだからね、2桁国道だね、うん、